ワークアウトパートナーの井上大賀です。いつもありがとうございます。今回は格闘技のエクササイズで使われますコンビネーション、そのコンビネーションのアッパーとスーパーマンパンチといったコンビネーションのやり方についてご紹介をしていきたいと思います。では今回ですね、ご紹介をしますアッパーとスーパーマンパンチ、動きとしましては、こう構えた状態から前の手でアッパーで、アッパーを打った後に後ろの手でスーパーマンパンチを打つといった動きとなります。でこのですね、スーパーマンパンチ、ジャンプをしながら前に打っていくといったパンチなんですが、このやり方につきましては以前ですね、別の動画でご紹介をしておりますので、また概要欄にも貼っておりますので、そちらをご確認いただければと思います。なので今回はこのスーパーマンパンチの詳しいやり方ではなく、このアッパー、前の手で打つアッパーとスーパーマンパンチを組み合わせる時の重心であったりとか、また足の形、そしてタイミング、そういったコンビネーションのやり方についてご紹介をしていきます。ではまずですね、アッパースーパーマンパンチを打つとき、大切なこと、これ重心になります。以前ですね、最近ご紹介をした動画の中でアッパークロス、ね、アッパーとクロスを打つときには体重は一旦後ろに下げて、その反動で打つといったご紹介ですね。後ろ前といった方法でお伝えをしたんですが、今回のスーパーマンパンチにつなげる場合に関しては今度逆になります。アッパーを打つときに体重を前に出すことで、この後すぐに後ろ足を上げてスーパーマンパンチに変えていくことができます。はい、なのでまずスーパーマンパンチを後で打つというのが分かっているときには体重を前に出していく。はい、そしてですね、ここで大切なこと、出してスーパーマンパンチを打つとき足を横に上げると、はい、こう横に上げるということで、実際おへそも結構横に向きます。横から見ると打って横なので、実際この辺ぐらいまでおへそが向くといったことを考えるとですね、前足のつま先、これまっすぐのままですと、実際こう向いた時股関節がぐっと開いてます。これ別の角度から見ますと、この足がこのぐらいこう横に股関節が開くといったイメージになりますので、逆に股関節が硬い方、特にこう開くのが硬いといった方の場合、この時に足がまっすぐのままですと横におへそを向けることが難しくなります。はい、ですので前足重心にした後、足先を横へ向ける。はい、でこの横の向け方ですが、つま先、母子球を軸にして横に向けていくことで、おへそもさらに横に向きやすくなると。トーンと打って足自体も横へ向けてしまう。こんなイメージで足のつま先、足先も移動をしてみてください。はい、そして重心を移動したら、そのまま足を上げてスーパーマンパンチに移動をしてパンチを打っていくといった流れとなります。はい、では形ですね、もう一度復習しますと、まず打った時のアッパーの時、重心が前、そして打った後につま先を
横へ向けますが、この時かかと軸ではなく母子球、足のつま先側を軸にして横へ向けていただくことで、ここで一旦ブレーキかかりますので、またよりスーパーマンパンチが打ちやすくなっていきます。はい、では続いてですね、タイミングになりますが、タイミング1、2、3のタイミングになります。1、2、3ですね。なので1で打って、1、2、2でスーパーマンの準備で、3で打つと、はい、1、2、3、1、2、3、このタイミングですね。1、2、3、はい、こういったイメージで打っていただくとタイミングも取りやすくなるかと思います。はい、ではですね、詳しいこの形などにつきましては、冒頭でもお伝えした通りですね、過去の動画でご紹介をしてますので、そちらでまたご確認をした上で、今の前重心、そして足先、さらにタイミング、ワン、ツー、スリーのタイミングで打つといったイメージで、ぜひ行っていただければと思います。では今回は以上となります。ありがとうございました。